今日の蝶はこちらです。はい、173かな。キロ数はちょっとわかんないですけど。キロ数わかんないです。今度ですじゃあはいはい、小樽北浜の今日の蝶はこちらです。だいたい朝から昼まででちょっと渋くて、サバが、ね、ちょっといいサバと、あとしかもちょっといまして、2匹ぐらいかな、あとフライもちょっと入ってます、はい、でその後にちょっと釣り方変えまして、はい、ハデ丼こんぐらい釣りました。でこれは天ぷらにしたら美味しいです。で今日釣れましたよね。だいぶ釣れました、うん、で皆さんもよかったらサバ待ちながらハデやったりね、いろんな楽しみ方あるんで、皆さんもよかったら釣りに来てみてはどうでしょうか。千秋探検隊の千秋でした。いいっすよね、そういう攻め方。いいと思います、はい、ダブルでも楽しめるということで。ちょっと一回り大きい、はい、同じぐらいですか。お、結構いいやつ。うぐい釣りました。はい、さすがです。うぐい釣りました、すげえ。多分ここの翔さん、さすがです。このはい、ちょっと大きい。見えるか、ギャップだ。はい、はい、たまってきました。ちょっと大きい。え、冬でした？いつもしなかった。マジ？あ、まず針乗ってかれた。群れが少ないね。小さいです。あ、近づきましたね。はい。はい。僕も近みたいなサバ釣りました。大きさは同じ。あ、そっちの方がでかい。近
近くね。鹿も釣れました。鹿、今回は笠を巻くために引き網と、はい、米ぬか混ぜてます。こんぐらいのあれね。あ、結構水ってありますね。何も入れてない。はい、でそしてで僕がやってみたんですけど、ちょっと足りなかったですね。粉、ほぼ粉、塊。でもちょっとアンピアだったらね、なんかね、水分ないのかな。こんな感じでした。あげます。はい。一回さば釣れました。うぐい。マスかもしんない、マスかもしんない。はい、うぐい釣れました。怖いっすね。なんか集まっちゃってましたね。はい。ホタルマス、はい、ホタルマス釣りました。はい。なんで集まってんの。はい、では続いてハゼ釣りします。ブラーニー、スイカ割りやってきます。どうなんだ。じゃあどう。なんかここら辺の仕掛け無駄で下に釣れました。歯で何センチぐらい。10センチぐらい。はい、狙い通り。狙い通り。狙い通り。はい、僕も歯で釣れました。2匹目釣りました。はい。アブラコ釣りました。なんでガヤじゃない。あ、ガヤ。はい、吉月やで。サビね。これ何匹目。あ、僕はメス2匹目です。イエーイ、2匹目。ハゼドン。ハゼドンの中。どうにかこうにか大きく釣れないかな。はい、はい、でかでかそう釣りました。よし、すげえかわいいね。いるんですね。
カメラに向かって、はい、そうね、はい、これをはい、おめでとうございます。ボーズです。いや、ボーズではないから当たりが繊細ですね。すごいですね。皆さん、動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。